どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、マリオットボンボンホテルにボーナスポイントのねプロモーションがこちらね対象者限定で来ておりますので、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ねちょっと簡単な動画にはなりますけども、対象者限定ですね、マリオットボンボンホテルのボーナスポイントのねプロモーションが来ているということで、いやねこれからね海外に行くって言いながらなかなか行かない私なんですけども、いやねめちゃくちゃ来てほしかったんですけども、残念ながらね私はね来ておりません。皆さんどうですかね。ツイッターではですね結構来てる方ねいらっしゃいますので、まあまあの方ね来てるかななんていうふうに思うんですけども、もしね来ている方いらっしゃいましたらぜひねコメントいただければなと思います。いやねなんで来ないんですかね。私こういったねプロモーションで、ね、なかなか来ないんですけども、今回ねこちらのプロモーションですね、9月30日までということで、これからね夏休みとかお盆とかもねありますので、かなりね利用しやすいのではないのかななんていうふうに思いますので、今回プロモーションね来ている方はですねぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、今回プロモーションがね来ているということで、エントリー方法ね先に解説したいなと思うんですけども、ちょっとこれにね画面出しておきます。マリオットボンボンのアプリでもウェブでもいいんですけども、今回ねちょっとアプリで解説させていただきますけども、まずねアプリでログインしていただいたらですね、右下の方にねアカウントっていうのがねあると思いますので、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、ちょっと下の方にプロモーションっていうのがねあると思います。でこのねプロモーションをね押していただくと、こちらにね表示されるっていった形になります。私はですね残念ながら来ておりませんので、表示ねされてないと思うんですけども、来ている方に関してはここにねプロモーションが来ているっていう風になりますんで、ここからねエントリーするようにしてください。まあエントリー方法はですね非常に簡単ですので、ほとんどの方ねできるかななんていう風に思うんですけども、まあ最近ねカード発行された方とかですね、私も最初の方ね全然よく分かんなかったんで、まあぜひね参考にしていただければなと思います。それではですね、今回のプロモーションのね詳細いきたいなと思います。まずね公式サイトねこういった形になります。来ている方はねこちらがまあ見られるかななんていう風に思うんですけども、魅力は触れる特別オファーということで、最大2万2500ポイントのねボーナスポイントをもらえるプロモーションっていった形になります。でこちらはですね、まあ見ていただければ分かる通りですね、まあ合計3回ね滞在していただくともらえるっていった形になります。で今回のねこのプロモーションね、先ほど言った通りエントリー必須のプロモーションっていう風になりますんで、こちらね忘れずにエントリーしてから宿泊ねするようにしてください。で宿泊期間がですね、エントリーの翌日から2022年の9月の30日までっていう風になります。で対象ホテルはですね、世界7000件以上のマリオットボンボンホテルプログラムに参加のホテルがね対象っていった形になります。で今回のね支払い方法に関しては、現金の伴う支払いがねこのプロモーション対象っていう風になりますんで、ポイント宿泊ではですねこちら対象外っていう風になりますんで、こちらねご注意ください。でマリオットボンボンホテルにはポイントと現金をね組み合わせて宿泊できる方法があるんですけども、こちらに関してはですね、まあおそらくね支払いを伴うっていうね名前が入っておりますので、おそらくねポイントを絡ましてもね対象だと思うんですけども、もしそれで利用されたい方はですね、デスクの方ね一度確認していただいてからですね利用するようにしてください。でポイントの付与時期なんですけども、対象となる滞在が記録されてから約3日から5日営業以内にね、こちらボーナスポイント付与っていった形になりますんで、このね記録されるのが反映されるっていうのは、これねホテル次第なんですよね。ですのですごいね早くホテル側が処理していただければ、このね付与されるのも早いっていった形になるんですけども、まあなかなかねあのホテル側で記載がね完了しないとね、なかなか付与されないっていう風になりますんで、まあこのね3日から5日営業日以内っていうのはですね、あくまで目安でね思っておいていただければなと思います。で今回のプロモーションのね注意事項なんですけども、今回ね3滞在していただけると、まあ合計2万2500ポイントがねもらえるプロモーションという風になるわけなんですけども、まずね1回目の滞在で6000ポイント、2回目の滞在で7500ポイント、3回目の滞在で9000ポイントっていった形になります。まあこちらね毎回滞在ごとにですねボーナスポイントをもらえるわけなんですけども、まあ日本世界にはですねいろんな価格帯のねマリオットボンボンホテルがねあると思うんですけども、まあこちらね非常に安いホテルで宿泊しても、すごい高いホテルで宿泊してもですね、このボーナスポイント部分はね変わらないっていう風になりますんで、まあ安いホテルにね利用していただければね、その分お得っていった形になります。でこのね
1滞在っていうね、マリオットボンボイの言葉の注意点なんですけども、一つのホテルに1泊するとね、こちら1滞在っていうカウントになります。で、一つのホテルに10連泊してもこちら1滞在っていう風になりますんで、チェックインからチェックアウトまでがですね、基本的な滞在っていうね、考え方っていう風になりますんで、こちらね、ご注意ください。ですので、もしね、2連泊するのに1泊ずつ取ってですね、1泊泊まってチェックアウトして、で、チェックアウトした日にまたチェックインしてチェックアウトしても、こちらはですね、1滞在っていうカウントに入ってしまいますので、まあこちらね、 A ホテルで1泊 B ホテルで1泊みたいな感じで利用していただければ、2滞在っていうカウントになるわけなんですけども、この1滞在っていうカウントの方法についてはですね、ご注意いただければなと思います。基本的にはホテルをね、変えていただく必要があるっていう形になります。またですね、今回のプロモーションはですね、エントリーが必須で、エントリーの翌日からね、こちら対象っていう風になりますんで、エントリー前のね、宿泊に関してはこのプロモーションね、対象外っていう風になりますんで、この点もご注意ください。またね、一つのホテルでこのカウントが入るのは1室のみっていう風になりますんで、まあ一つのホテルでですね、数室を抑えて1回の滞在で全部終わらせようみたいなね、まあそういったことはできないっていう形になります。またね、このプロモーションは1回のみ有効っていう風になりますんで、この点もね、ご注意ください。またね、楽天トラベルとかヤフートラベルとかね、いろいろ予約外部サイトってあると思うんですけども、まあこういったところでマリオットボンボホテルを予約してもですね、今回のね、このプロモーションはね、対象外っていう形になります。まあこういった感じになりますかね。いやね、このボーナスポイントのオファーは本当にね、いいですね。めちゃくちゃ来て欲しかったんですけども、いやね、なかなか来ないのはね、これはもうしょうがないわけなんですけども、いやね、来て欲しかったですね。で、今回のね、プロモーションの対象ホテルなんですけども、マリオットボンボイプログラムに参加しているね、ホテルであれば、まあどこでもね、国内外 OK っていう風になりますんで、基本的にはですね、国内のマリオットボンボイホテルっていうのは、先日ね、リッツカールトンリザーブニセコっていうね、北海道にあるね、リッツカールトンがあるんですけども、あちらね、リッツカールトンリザーブっていうホテルなんですよね。で、あそこはもともとね、マリオットボンボイこのロイヤリティプログラムっていうのに参加してなかったんですけども、先日ね、参加を発表いたしましたので、国内のね、マリオットボンボイホテルであればどこでもね、対象っていた形になります。で、海外になるとですね、ブルガリホテルとかね、まあこういったところがですね、マリオットボンボイのね、公式サイトで予約とかね、できるんですけども、このロイヤリティプログラムにはね、参加してないホテルっていう風になりますんで、まあ実績もつかないですし、ポイントもつかないですし、ステータス特典も使えないっていた形になりますんで、まあ7月8月9月とかでですね、これからね、海外とかでこのプロモーションね、利用される方はですね、まあマリオットボンボイのね、ホテルでステータス使えるところであればですね、基本的に対象になるので、まあ大丈夫かななんていうふうに思うんですけども、一応ね、この参加してるかしてないかですね、このオファーもね、利用できるかどうか変わるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意ください。もしね、海外のホテルで、まあ基本的にね、ポイント宿泊が出てくるところであれば、まあ基本的にこのマリオットボンボイのね、参加してるっていう風に認識して OK なんですけども、まあもしどうしても分かんないようであればですね、デスクの方にね、連絡して確認ね、してみていただければなと思います。またね、今回のプロモーションはですね、期間が2022年の9月30日までね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ来月からね、県民割とかも拡大されるっていう風に言われておりますし、またね、そういった場合であってもですね、マリオットボンボイのホテルは、まあ予約後にですね、ステイナビとか登録して、まあクーポンみたいな感じでね、利用するっていう風になりますんで、まあおそらくね、このオファーとも併用してね、利用できるのではないのかななんていう風に思いますので、まあ非常にいいですよね。またね、先日動画のコミュニティ欄っていうところでね、発信させていただいたんですけども、まあマリオットボンボイのね、修行の聖地と言われている4ポイント函館っていうのがね、北海道の函館にあるんですけども、まあそちらでもですね、ボーナスポイントプランもうね、売り切れてしまったんですけども、そこのプランもね、3万円で2万2000ポイントのボーナスポイントのプランがね、あったんですよね。このプランとかね、持っている方はですね、非常にいいですよね。はい、だからもう3万円で2万2000ポイントもらえて、さらに今回のボーナスポイントのプランがね、ポイントもらえるっていう風になりますんで、いやーね、かなりいいですよね。またね、去年のお祭り状態になりましたけども、金賞とかのね、10万ポイントプランとかね、持ってる方はね、めちゃくちゃお得ですね。いやー、来て欲しかったな。はい、ということで今回ね、ちょっと私が来なかったんですけども、今回ね、マリオットボンボイホテルのボーナスポイントプロモーションということで、これからね、夏休みとかね、お
盆とかもありますんで、まあ、かなりね利用しやすいのではないのかななんていうふうに思いますので、ぜひね皆さんアカウントねチェックしてみていただければなと思います。今回のねこのプロモーションに関しては特にね先着とかではありませんので、来てるか来てないか、まあどっちかっていうふうになりますんで、ぜひチェックしてみていただければなと思います。ということで今回ねちょっと簡単な動画になりましたけども、こんな感じでね終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。